C2HF3O2、または CF3 区と表されるカルボン酸である。しばしば、ドフと略される。吸湿性があり、酸化力のない有機強酸である。分子構造は、酢酸,酸と似ているが、メチル元の水素が3個のフッ素原子に置換している。フッ素の電子吸引き性により、プロトンイリ時のアニオンは、不電下が非極在化し、安定化されるため、 酢酸よりも強い酸性を示す。トリーフルオロ酢酸は、有機溶媒に可用な協酸であるという特徴から、しばしば有機合成化学において用いられる。酢酸と似た刺激臭を持つ無色の液体で、水にも混和性があり、酸化入り定数物価はマイナス0.3である。国際科学物質安全性カードでは、人の体への暴露について、あらゆる接触を避けると記している。 特に水中生物への有害性が高いため、漏洩物処理については、環境中に放出してはならないとする。トリフルオロ酢酸の合成には、指紋図法による酢酸のフッ素化が最も良い方法とされている。フッ化水素と酢酸の混合物を適切な電圧で電気分解させると陽極で電気的フッ素化反応が起こる。この反応は、 カルボン酸が壊れないため非常に穏やかな反応である CH3 クプラス 3HF-CF3 クプラス 3H2 ありがとうございます。